1986年式、三菱、パジェロの自動切り替え式、フリーホイールハブフリーホイールハブとは、自動車に用いられるホイールハブの一種であり、ドライブシャフトからの駆動力をドライバーの任意で切り離すことができる機構を備えている。主に、パートタイム式 4WD 車に用いられ、ロッキングハブと呼ばれることもある。多くのパートタイム式 4WD 車、特に、 ヘビーデューティータイプの黒缶 4WD や 4X、4トラックなどでは、前後車軸をつなぐプロペラシャフトにトランスファーを備えており、原則として、トハニやアクロなど強力な駆動力が必要とされる、局面にのみ4輪駆動とすることが望ましいとされているため、普段の走行時は、ほとんどの場合2輪駆動のままで運用されることが多くなる。フリーホイールハブは、 このような車両の二輪駆動時に駆動輪ではない車軸の車輪をドライブシャフトから切り離すために用いられる。フリーホイールハブを作動させると車輪とドライブシャフト間の駆動伝達が立たれ、作動したまま四輪駆動に切り替えたとしても車輪には駆動力が伝わらなくなる。このような機構が考案された背景としてはパートタイム四駆車両の二輪駆動時における非駆動輪と それに連動したドライブシャフト、ディファレンシャル及びプロペラシャフトの空転による回転抵抗が無視できないほど大きかったことが挙げられる。この回転抵抗はそのまま燃費の悪化や振動の増大、旋回時のステアリングの重さなどに直結するため、フリーホイールハブの実装はパートタイム四駆車両に二輪駆動車両と同様のドライバビリティや燃費性能を持たせる上で大きな意義があった。 現在、フリーホイールハブは大きく分けて2種類に分類できる。一つは旧式の四輪駆動車に多く用いられている手動式のフリーホイールハブで、ハブ先端につまみがついており、ハブの直結、開放の操作のためには、ドライバーはその都度車を降りて操作を行う必要がある。トランスファーの駆動状態に関わらずハブの切り替えが可能なため、 長い悪力感を走る場合には二輪駆動の状態であってもあらかじめハブを直結状態にしたまま走ることが望ましいとされる。またトランスファーに副変速器を備えている車種で 2H-4H-4L などの低速レンジにする際トランスファーが強制的に四駆になってしまうシフトパターンを持つものでは4リットルに切り替えた後にフリーホイールハブを開放することで 二輪駆動の低速レンジという状態を意図的に作り出すことも可能となる。そのためアクロ走行を趣味とするものの中には、後術の自動式フリーホイールハブに比べて構造が単純で軽量、信頼性に優れる駆動形式と副変速機ギアレンジの組み合わせの自由度が高いなどの理由から、自動式フリーホイールハブをあえて手動式に交換するものも存在する。しかし、 ハブ切り替え、つまみには特に鍵などが付いていないため、ドライバー以外の第三者が悪意を持って切り替えを行ってしまう可能性がある。もう一つは、近年の四輪駆動車のほとんどに用いられている自動式のフリーホイールハブである。このタイプのハブは、負圧や油圧、電気モーター駆動などにより、ドライバーのトランスファー切り替え操作と同時に、自動的にハブの直結、開放を行うため、 走行中であっても、トランスファー切り替えが容易に行え、二輪駆動時でも、フリーホイールハブの切り替え忘れによる燃費悪化も発生しないという利点がある。しかし、この形式のハブの多くは、トランスファー切り替え後、瞬時にハブを直結、開放するのではなく、一定の空走距離を置いてから、ハブの切り替えを行うため、二輪駆動状態で完全に、スタックしてしまったような状況の時には、 四輪駆動に切り替えても自動ハブが作動せずスタックから脱出できない状況が起こり得る欠点があるとされる。そのため、悪路を走る際にはあらかじめ路面状態を判断した上でスタックの危険がある箇所を通過する際には早めに四輪駆動に切り替えておく必要がある。フリーホイールハブを実装する上でのデメリットとしては前述の通り手動式の場合作動の度に 乗り降りが必要となること、自動式の場合には空走距離が取れない状況の時は切り替え自体が行えなくなる危険性があることが挙げられるが、それ以外にも巨大なハブ突き出し部分の存在から装着できるホイールのデザインや種類がある。程度限定されてしまうこと、アクロ走行時においてはハブ先端に障害物が当たることでハブ本体が破損して、 走行不能に陥ってしまう可能性なども挙げられる。近年の自動化が進んだ 4WD 車では、従来のフリーホイールハブと同様の目的で、フリーアクスルと呼ばれる機構が用いられる場合もある。フリーホイールハブは、ハブとドライブシャフト間の駆動伝達を立つのに対して、フリーアクスルは、引導軸側でフケース付近に設けられ、レフとドライブシャフト間の駆動伝達を立つことが特徴である。 その実装形態から、ほとんどの場合はバキュームダイヤフラムもしくは、電動モーターで動作する自動式フリーアクスルの形態で用いられる。フリーアクスルは、車体中央付近のデフケースに機構を集中できるために、車輪のハブそのものをよりシンプルかつ軽量にできる利点がある。反面、ハブにドライブシャフトが、機械的に連結されたままとなるため、駆動損失の低減という面では、 フリーホイールハブよりもやや不利となる。フリーアクスルには、引く同軸、側デフケースの左右両側のドライブシャフトを切り離すものと、左右どちらか片方のドライブシャフトのみを切り離すものに、対別される。後者の構造は、いわゆるオープンデフの欠点を逆手に取ったものであり、作動装置の型はが完全に、無負荷となる状態を疑似的に作り出すものである。よって、 フリーアクスルに切り離されたドライブシャフト側のピニオンギアは、プロペラシャフトの回転とともに高速で空転し続け、逆に連結されている側のドライブシャフトには、プロペラシャフトの回転は伝わらなくなり、同時に車輪からのバックトルクもプロペラシャフトには伝わらなくなる。後者の構造は、フリーアクスルをよりシンプルかつ合理的に実現できる、半面、引く動軸。 側デフケースに内蔵可能な作動装置がオープンデフに限定されるという欠点もある。フルタイム 4WD の場合センターデフ、ビスカスカップリングで代用されることもある。特に片輪のみを駆動もしくは、駆動状態とされてしまった場合、駆動軸にも LSD を備えている車両では、片輪が空転し続けるために、LSD の不要な摩耗や破損を招くことにも、つながりかねない。 ありがとうございます。